中年オタッキーです。かなりねヘロヘロになってるんですけどもね、医薬品のね輸送がすごいことになってて、大阪でね医薬品の輸送してる友達もねなんか大爆発、荷物が大爆発しててすごいことになってるっていう話なんですけど、コロナの影響あるのかな。うちの会社のはまだないと思うんですけどね。まあとりあえずね、前回の動画で、EOS5D Mark III で、桜を取ってきたっていう話をしてましたけども、新たな値段がね到着しましたんで、はい、ジャンクカメラですね。ジャンクカメラ開封してまいります。はい、届きましたね。これ壊れ物 U パックなんですけど、壊れ物というよりはねもう多分壊れてると思うんですけども、早速開けていきましょうか。これねすぐ動画撮らないとね、一応ね出品者にね到着しましたをね送らなきゃいけないんで、そんな感じでね予定を変更してね動画を作っております。なかなかね丁寧にね梱包されておりますですよ。これはなかなか頑強に養生されておりますな。もうビリビリ破っちゃおう。わあ、これ結構ひどいな。これは結構ひどい状態ですよ。まあレンズが使えたらいいかなと思ってたんだけど、これはひどい。いやー、これはひどいな。グリップがバラバラになって落ちてきてますね、もう。はい、ミノルタのね、α7000 ですね。まあ、メインはレンズなんですけどもね、狙いは。よいしょ。このレンズをね、3本体制にしたかったんですよ。フィルム3本比較とかいうね、あれができたらなと思ってね。よっ。いけてるな。ちょいカビ、ちょいカビかな。ズームが動かないか。あ、ちょっと重たいね。でも動くことは動くね。あ、後ろの玉がちょっとカビてるね。このぐらいだったらまあなんとかなるんじゃないかな。カメラの方はねなかなかひどい状態だけど、グリップがぐちゃぐちゃなだけかもしれないですね。はい、電池は切れておりますね。小銭。よいしょ。このね、α7000 はね、確か、電池のね、種類がいろいろあるはずです。単三電池パック、単四電池パック。2CR5 パックっていろいろあると思うんですけど、これは何だ。単三電池だな。もう電話かかってきたよ。かけてくんなよこんな時に。よいしょ。液漏れはなさそうだな。液漏れはなさ、ああちょっと跡があるな。電源が入ってくれりゃ最高なんだけども、グリップが切らないぐらいはね。これ順番があるな。電池を入れる順番があるぞ。よっ、1、2、3、4。こっちの接点は切れるな。よいしょっと。ああ、どんどんグリップのラバーがどんどんバラバラになっていく。
シャッターは切れましたよ。なんか怪しい音がするな。とにかくね、このグリップのラバーはどんどんバラバラになっていきます。もう全部落としちゃうか。全部落として黒く塗るか。ダメだな。ああダメだ、もう全部落としちゃえ。これね、なんとか再生しようってね、目論んでたんですけどね、もう出品物見た瞬間に、あ、これはダメだなと思ってて、全部再生しようと思ってたんですけど、これはダメだな。全部落としちゃえ。よいしょ。中途半端に落ちたな。中途半端に落ちましたが、動くみたいです。なんかちょっと怪しい音がするけどね。動いておりますね。うん。これは当時の純正ストラップかな。あ、後ろのラバーもえらいことになってる。どんどんバラバラになっていく。全部落としちゃえ。もうどうせバラバラになるんだったら全部落としてしまえ。使えりゃいい。はい、ね、もうこんな状態になりました。潔く落としました。中は綺麗ですね。マニュアルにしてと。うん、動いておりますね。ただ液晶は派手に漏れてますね。今動かしたことによってさらに漏れたって感じ。うん、よっ、そっか、よっ。AF がちょっと怪しいけども、なんか2000分の1で22絞りて点滅してるね。これはなんだ、なんだろう、これは。ん？なんかおかしくなったぞ。電源が落ちないぞ。怪しい。うん。あ、なるほど。オートフォーカスが効かなくなった。ん？
なんか怪しい状態に。なんか怪しい状態になりました。焦げ臭い匂い。焦げ臭い匂いがします。動いてたのにな。やはりダメか。せっかく動いてたのにな。焦げ臭い匂いがします。やっぱり壊れてたか。焦げ臭い匂いがしますよ。まあ1円だからいいんだけどね。カメラまで使えてくれたら嬉しかったんだけどな。アルファ7000ね、欲しかったんですけどね。うん、ダメか。せっかく動いてたのにな。完全にこれ焦げ臭い匂いがする。よいしょ。臭い。はい、電源が入らなくなりました。終了。この動画でね、このカメラがご臨終する瞬間を記録することになりました。残念。このカメラは残念ながら、ご臨終です。レンズだけを残すことになりましたね。まあ1円だからいいんですけどね。ボディはあることはあるんで、アルファ303、この間 SI って言ってたけど、303 SI スーパーも持ってるんで、動くやつ持ってるんですけど、できればね、これ使いたかったんですよね、アルファ7000ね。基板が焼けてしまいました。はい、そんなわけで、気を取り直して、視聴者様の作品紹介のコーナーに行きましょうか。残念。はい、まさかね、収録中にね、壊れていく様を生中継じゃないですけど、するとは思いませんでした。それでね、このカメラ、とりあえずね、分賃っていうかゴミになったわけなんだけど、草、まだ臭いっすわ。でね、レンズの方なんですけど、レンズはね、無事動きました。無事動きましたっていうか、カビてたんですけどね、見てもらえますかね。これ後ろ玉がね、表面だけカビてたんですよ。でね、ミノルタのコーティングはなんか無水アルコールはあんまり良くないって聞くんで、このファイバークロスでね、シュッシュって拭いたらね、カビ落ちました。で、バリモンのレンズになっておりますんでね、今後このカメラ、このレンズをアルファ 303SI スーパーとか、アルファ9、ん?何だっけ?アルファ 9XI か。とかにつけてね、試写していこうとは思ってるんですけども、めでたくね、ミノルタのね、AF3570F4 が3本体制が確立しましたんで、今後ね、フィルム3本同時テストとかもできるようになった、この体制を作りたかったんですね。でも、できればね、アルファ7000動いて欲しかった、まあ、動いて欲しかったって動いたんですけども、壊れたんでしょうがないですよね。ゴミになっちゃいました。はい。それではね、気を取り直しまして、作品投稿の、コーナーになってまいりますね。トップバッターがね、サファイアさん。30年ぐらい前の写真ということで、1990年撮影。タイトルが眼光。ミノルタアルファ 7700i AF2885 F3.5 から 4.5 コダクローム64で撮って、ニコンで、D700 でデジタルループ、ということですね。この写真なんですけども、30年経っても劣化しないんですねということですね。
リバーサルフィルムね、実際ね、劣化、ほとんど劣化しないんですよ。僕もね、この間、30年近く前の写真をね、スキャニングしたんですけどね、ほとんど劣化、っていうか全然劣化してなかった、新品止めでした。この写真なんですけどもね、これ、風神雷神のどっちかですね、よくわかんないんですけども、建物のね、その門かなんかの中にあるんで、色温度がちょっと下がってはおるんですけども、光が当たってる部分の赤はね、鮮やかに出てますね。はい、これどこで撮ったのかな、どこで撮ったかは書いてないですね。どこの風神さんが雷神どっちかわかんないです。多分風神さんですね、これ。多分ですけど。はい、サファイアさん。ありがとうございます。次がね、うーちゃんさん、の作品。2枚。1枚目がね、昭和の教室。2枚目が天まで届け。カメラどちらもね、コニカ現場監督 28WB。28mm のレンズがついているタイプですね。で、コダックゴールド200で撮られているということで、これどちらもね、木がね、メインテーマになってきますけど、この木の色とね、コダックゴールド200の色調がね、素晴らしく合ってますね。特に1枚目の写真、これいいですね。窓から光が差し込んでね、木の床をね、照らしてるんですけどもね、いい感じの作品になってますね。これ、壁とかに飾ってあってもおかしくない写真ですね。はい、自動露出&オートフォーカスで防塵防滴仕様、写りもシャープのすごいやつですけど、まあ、分かってるんですけどね、現場監督なかなかなんか触手が動かないですね。今度もちょっとしっかりオークションでも見てみようと思います。はい、うーちゃんさんありがとうございます。次がね、くにさんの作品、違うわ、くにさんこれ前のやつだった、ぐちゃぐちゃになってる、すみませんくにさん、いちとしきゅうさんの作品、タイトルが純光度逆光、オリンパスペン EE2、ケントメア100、ということなんですけど、これね、フィルムスキャンした時にね、ハーフカメラなんでね、同じ枠に入るんですけども、それをうまいこと使って、これね、実は切り分けてね、1枚ずつ紹介しようと思ったんですけど、切り分けて1枚ずつ紹介しても大きさが同じなんでこれにしました。この写真を見るとよくわかるんですけどね、順光で撮るより逆光で撮った方がね、いかにね、印象的な写真になるかっていうのがね、よくわかります。オリンパスペン E2 なんで露出はね、いじれない。せいぜいね、ISO 感度を変えるぐらいしかできないんで、そのまま撮ったとは思うんですけども、これ非常にね、逆光の方が面白い写真、印象的な写真になってますね。はい、一歳九さんありがとうございます。次が栄太郎さんかな、これ栄太郎さんですね。1枚、ある日の海辺、富士フィルム XT200 レンズが XC15-45F3.5-5.6、つい先日の平日、コロナ騒動が歴史の頃で今は考えてないと思います。学校も行けずに頑張ってるなってちょっと悲しくなりましたってことなんですけどね。これ栄太郎さん、雪じゃない、普通の砂浜か、ね、子供たちがね、遊んでるところをね、撮ってるんですけども、ちょっと傾斜が傾いてるのかな、まあ気にならない程度ですけどね。これモノクロですかね、モノクロっぽいね。僕色が見えてないんでね、モノクロとカラーが分かんない時あるんですよね。あんまり、色がないところで撮ったりするとね、モノクロとカラーが分かんなかった。これ多分モノクロですね。これ富士フィルムのね XT200 っていうことなんですけど、ものすごいシャープな写りしてますね。これ本当に、むちゃくちゃ拡大してもね、もうシャープネスがね、崩れませんね。楽しそうな雰囲気を撮られております。はい、栄太郎さんありがとうございます。次が、ミッシェルさんの作品、タイトルが、タイトルが、1枚目勇気を出してレッツゴー、2枚目がより高くということで、カメラがカメラが書いてないな、フィルムがコダックウルトラマックス400 MC6COL PG50mm、 あ、ミノルタ XE ですね、ミノルタ XE で、コダックウルトラマックス400 MC6COL PG50mmF1.4 ということですね。これなんですけどね、スケートボードをね、楽しんでる子供、写真と、もう一枚が、
ブランコで遊んでて、こういう写真で別にいいんですよね。なんていうんですか、そのカラーネガで撮られてるんですけども、その銀塩写真はね、その記録に残すという意味ですごくもう残りやすい、残るんで、こういう写真をね、バンバン撮ればまずはいいという感じなんですよね。天気はもう一つだったんでしょうけども、まあね、楽しそうな雰囲気で、撮られてるんでいいと思います。ミッシェルさん、ありがとうございます。これで 1,2,3,4,5、今回も5名の紹介になります。ちょっとね、撮影時間とかもあって5名で統一していこうと今後思ってます。はい、それでは次はね、やったやっちまったのコーナー行きましょうか。やったやっちまったのコーナー行く必要もないぐらい今回やっちまったんですけどね、まあやったやっちまったコーナー行きます。はい、はい、ちょっと今日順番が逆になりましたが、やったやっちまったとこのコーナーを先に、和賀さんの投稿でね、ヤフオクでね、落札、レンズですね、レンズを落札したということで、タイトルがこれよくわからない、レンズセットミノルタアルファ7000用ということで、アルファ7000用っていうことでもないんですけどね、アルファ A マウントですよね。で、4本、F100-300、F100-200、で、3570かな、今回紹介したね、3570の F4、28mmF2.8 の4本組、この4本組でね、1200円で落札ということで、一応競争相手いたみたいですけど、3件入ってますね。それで終了ということで、これ1200円は安いですよね。28mm の単焦点が入ってますからね、相当お買い得ですね。これ望遠レンズは多分、ハードオフとかで500円ぐらいで売られてるぐらいのものなんですけど、それでもね、3570とレンズ2本で1500円で、 28mm の F2.8 が続いてるんで、かなりお値打ちだったと思います。これ送料つけても十分、送料600円、680円って書いてあるんですけど、十分値打ちありますね。満足ということですね。28mm 以外は在庫がダブってしまいましたが、大満足ということでね。 28mm をね、狙いに行ったんでしょうね。ただこういうこと僕も結構あるんですけども、ダブるんですよね。いらないレンズっていうか、別に欲しくないレンズがついてくるんですけども、欲しいやつがね、手に入ったらもうどうでもいいやってそんな感じで、でこのレンズ多分ね、もうダブついてるようなレンズはね、もう本当に売れないんで、このまま試乗するような形になるのかな。何か、なんかこのレンズを使って遊ぶ方法、並べてボーリングするそれは違うけど、和賀さんね、おめでとうございます。やったーのコーナーになりましたね。はい、やったやっちまったのコーナーはここまで。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、これ初投稿かな、佐賀 B28 さんでいいかな、ちょっと横文字がずらっと続いてるんですけども、佐賀 B28 さんっていう人の紹介、佐賀 B28 名古屋さんか、キヤノンの FTB、俺のカメラのね、紹介ということで、これね、今拡大して見てるんですけども、めちゃめちゃ状態がいいですね。これ FTB ってね、あんまり人気がないカメラでね、オークションとかではね、安く売られてることが多いんですけど、これしかも FTB の後期ですね、後期モデルでブラックってなったら結構値打ちがあるんじゃないかな。調べてないから分かんないですけど、状態もすごくいいですね。このカメラ先日、カメラの北村、新宮中央店、あ、福岡の新宮中央店か。ああ、行かなきゃいけないな、俺。たまに福岡行くんでね。のジャンクコーナーに、ボディのみ1500円で購入しました。メンテナンスは各要所へのわずかな注意のみで快適に動作しています。チャキッというスローシャッター音がたまりません。犬猫動物たちは驚きますが、ということで。レンズは以前から持っていたニュー FD50mm 3.5 マクロ。これもまたいいレンズですね。休日の昼過ぎからカメラと無線機を持って自転車で取り歩き、海浜公園で夕暮れが近づいたので、そろそろ帰ろうという時の一コマを、で撮ったということですね。そうか、新宮中央のカメラの北村、ジャンク置いてあるんだな。
うん、行かなきゃいけないな。あのね、私一応里が九州なんですよ。で、お墓参りにね行くんですけど、お墓が2箇所あってね、朝倉と宗像にお墓があるんですね。で、新宮だったらね宗像から近いんで行こうかな、行こうかなゴールデンウィーク行く予定だったんですけど、福岡緊急事態宣言出ちゃいましたよね。ということで、まあ実はその緊急事態宣言出る前からもう福岡に今回は墓参り行くのやめようかって話にはなってたんですけども、まあその代わりになる日がね、ゴールデンウィークぐらいしかね、ちょっとした連休がないんで、福岡にね、自家用車で行くっていうのもなかなかね、新宮中央店ね、覚えとかなきゃいけないな、カメラの北村。周りのね、国道3号線沿いのね、ハードオフとかには寄ってたんですよ。でも大したものがないんで、チッとか言ってたんですけども、いい情報を聞いたぞ。そのうち、カメラの北村、新宮中央店に、中年オタッキーが参上するぜ。そのうちね。まあ、今日の動画は、こんな感じです。で、前回の動画でもね、言いましたけど、現状の活動は継続いたします。今日もね、群馬のね、橋江沼でね、桜の写真撮ってましたけど、ほとんど誰もいませんでした。老夫婦が2組と、子供連れが1組、後から僕が撮り終わった後から来たって感じで、車で移動してね、閑散とした公園を散歩するとかいうのは、別にいいんじゃないかなと思うんですけどね。でもみんながそれをやったらえらいことになるしっていう考え方はありますけども、まあ群馬はね、緊急事態宣言は出てないと思うんで、まあいいんじゃないかと思いますけどね。ちょっと緊急事態宣言出てる地域の方には本当に気の毒なんですけども、どうするべきかっていろいろ考えてるんですけども、まあ僕はもともとね、そのあちこちね仕事で動き回るんで、今日もね、その橋江沼に行ったのは伊勢崎の倉庫で積んで、すぐそこでね、もう飯食おうと思って、橋江沼の駐車場に大型トラック止めるとこあるんでね、そこでトラックで飯食って、ほんで、写真を撮ったっていうノリなんですけど、ついでのノリなんですけどね、批判的な考えの方もね、もうどうやらいるらしいです、その、あちこちでね、写真を撮って、ね、不謹慎極まりないみたいな感じでね、言う人もいるみたいなんですけども、こういう人もいないとやっぱいけないとは思うんですよね。だから僕の場合は積極的にわざと出歩いているわけじゃなくて、ついでにやってることなんで、ちょっとご容赦いただきたいと思いますね。それでね、楽しんでいただけるのであればね、何かしらね、楽しみは、必要なわけで、その僕が楽しんできて撮った写真を動画にしてみんなで楽しんでもらうっていうのもまあいいんじゃないかなと思います。こういう人間も必要なんじゃないかなと思いますね。まあその戦争状態みたいになってるって言ってる人もいますけど、戦争してるわけではないんで、感染しないように、工夫しながらやっていこうと、今後もやっていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。で、仕事のついでにね、カメラの北村のナルト店にいてね、引き換え券がどこ行ったか分からなくなっちゃった。リバーサルフィルム一応2本現像に出してきたんですけど、これか、あ、これだな。まあ多分1本は半分ぐらいダメになってるし、1本もちょっと怪しいんですよね。で、今ね、こいつでプロビア100を取ってるんですけども、あと、もう1本、ニュー F1 でベルビア100を取ってます。で、北村のナルト店に行って思ったんですけども、今、フィルム、値段、どんな感じですかね。北村のね、ナルト店でパッて見たら、カラーネガの、富士のカラーネガの136枚撮りは1000円だったんですよ。まあ、これは普通だなと思ったんだけど、カラープラスがね、店売りで1本630円。これちょっと安いんじゃないかな。1本630円安いんじゃないかな。あとね、ベルビア100がね、1本1500円で売ってました。これも安いんだと思うんですよね。僕何気なくね、通り過ぎてきましたけどね、今週末にね、お買い物行くついでに北村で、買い漁ってこようと思ってます。その前に、売れちゃうかな、この動画にしたら。動画を出すの遅くすりゃいいのか。まあそんな感じで、今日の動画はおしまいにします。ちょっとでもね、どうしてもね、家から出れないんでね、退屈な時間が長くなるとは思うんで、
やや長めに作ってます。やや長めに作ってはちょっとでもね、楽しんでいただけたらと思います。で、次の動画はね、前回、予告したね、多分 EOS5D のね、桜の写真をね、紹介していくやつになっていくと思います。まあ、理由はなぜかというと、リバーサルでね、現像上がってこないんですよね。いつもはモノクロで撮ってるんで、もう家帰ったらすぐ現像上がるんですけど、リバーサル現像はね、昨日出したんですけど、昨日って何曜日だ、水曜か、じゃあ火曜日に出したんですけど、月曜日に上がってくるって言われたんで、やっぱ結構時間かかるんでね、次の、動画は EOS5D Mark III で桜を撮る、というコーナーになっていくと思います。で、視聴者様の投稿ね、どうしても少なくなると思うんですね。ただ俺のカメラとかね、やったやっちまったのコーナーはね、この機会にね、家の中でじっくり撮ってみてはどうでしょうか。やったやっちまったのコーナーじっくり撮るっていうのはでも ないんですけど、ネタをね、ぜひぜひ提供していただけたらと思います。で、最終的にはね、作品投稿のコーナーの写真がどんどん減っていくと思うんで、俺のカメラのコーナーがどんどん大きくなっていくかもしれませんね。はい、今日の動画はここまで、それでは次の動画までしばらくお待ちくださいませ。チャンネル登録まだの方はね、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんで、ぜひぜひチャンネル登録、お願いします。またいいねボタンもね、たくさん押してもらったらね、動画がシェアされると思うんで、いいねボタンもよろしくお願いします。はい、それでは次の動画までお待ちください。ごきげんよう。さよなら。感染しちゃダメですよ。